辻順は、日本の翻訳家、思想家である。日本における、ダダイスムの中心的人物の一人とされる。画家、詩人の辻誠は長男である。1944年、アパートの一室芸がし1884年、東京市浅草区向き柳原町に、市の下級管理の長男として生まれる。はじめ裕福だった家は、彼が、 東京府改正中学に入学した12歳の頃には、没落をはじめ、同中学を退学、給仕などをこなしつつ国民英学会の野学に通い、1904年に東京市の小学校で代用教員となる。同級生には、小倉聖三郎がいた。この頃から高徳周水の平民新聞を購読し、やがて多くのアナキストとの信仰を持つに至る。1九百九年には、 上野高等女学校の英語教師となる傍ら、ロンブローゾの著作を、天才論と題して訳し始めるなどしたが、1912年、生徒であった、伊藤野枝との恋愛問題で同校を退職させられ、以後定職に就くことはなかった。野エとの間に1913年生まれた長男が、辻始めである。翌1914年には、天才論は出版され二十数番を重ね、妻野枝は、 雑誌、政党の主力として活躍する。また同じ頃、アナキスト大杉久氏が、辻夫妻と出会っている。政党は1916年には廃刊。野江は大杉を追って出本する。辻淳は初め浅草で、英語、尺八、バイオリンの教授の看板を掲げ、後には放浪生活動前の境遇となる。この間、1922年頃ダダイスムの運動を知り、 自らをダダイストと,と名乗るようになり、林文子や竹林武双安、原富木らに影響を与えた。また1923年には関東大震災で大杉久し、伊藤の枝は憲兵大員の天笠正彦らによって虐殺されるが、これに対して触れもクで誠に悲惨である。惜しむべきである。悲しむべきである。さらに恐ろしいことであり。 お話にならぬ出来事である。開いた口が塞がらぬほどに馬鹿げたことであると書いている。1924年には読売新聞に連載していたエッセイダミンドウモーゴの中で刊行されて間もない宮沢賢治の詩集春と修羅を取り上げて高く評価した。これは賢治が中央の文芸関係者に評された最初の事例であった。1928年 読売新聞社の第一回文芸特化員という名目で、パリに約1年滞在するも、ほとんどの時間を、中里海山町、大菩薩峠を読みふけて過ごす。帰国後も、マックス・スティルネル町、唯一社と、その所有など、著役所の出版、自文の雑誌掲載は相次いだものの、1932年頃から、2階から、俺は天狗だぞと叫びながら飛び降りたり、パーティー会場で、 くわ、くわと言いながら、テーブルの上を駆け回るなど、精神以上の兆候が現れ、やがて精神病院への入院、虚無層姿での放浪、警察による保護の繰り返しの日々となる。1933年、変なとという文章に、自分も幾度か単二章という章を繰り返して読んで、親鸞の説に傾倒しているのだが、いかんせんいまだに、 親鸞のような絶大な信仰を獲得することができないから自分では情けないことだと考えているばかりでどうかしてそのような安心実名を得たいものだと密かに念じてはいるのである。などと書き仏教に救いを求めていることが伺われる。1944年ようやく放浪を終え東京都淀橋区上落合のアパート生医療の一室に落ち着くが11月24日 室内で白身にまみれて死亡しているのを発見された。死因は菓子であるとみられる。戒名は厚子高坂へ純真寺。墓はソメイ村の西福寺。墓碑はパリで信仰のあった松尾国之助らによって建立された。ありがとうございます。